こんにちは、レムレスパワープラプリやっていきます。今回は途中からですが、黒金の投手やっていきましょう。ウレア、ドウエ、ガマグチ、マモル、オクタビア、サーブラと。で、この構成をやっていたときに、なんと天才覚醒をノラでしました。なのでさすがにこれは動画撮っとこうかなという感じです。で、11月の1週、セクション2からの開始になります。よろしくお願いいたします。今のところ1300点ぐらい稼いでて、こんな感じの能力です。で、まあ、ほんとまさかの天才覚醒で、これ2回目ですね。オクタビア早い。で、まあ、急速骨とかも入ってないですし、あとはまだマネも彼女になってないですし、結構まあ、あんまりはかどってはないです。ただ一応本当に現金は今のところ買い置きが、まあ、できているので、ここをまあ、うまく活かせたらいいなっていう感じですね。146か。あと、コツをね、この辺でガンガン拾わないと。コツはマジで取れない、この方向。あとは、ガマグチがね、ちゃんと告白してきてくれるとありがたいですが。ナイス。もう、現金、まだ買っちゃダメか。うん。点数を。とにかくお金を稼ごう。からの、ガマグチ来い。あー、来ない。一応、伸び骨は取れていて、まあ、それがありがたいなっていうところと、超人伝入りましたね。どうしましょう。超人伝別にいらなくないかな。てか、これ、もったいな、使っといた方がよかった。超人伝いらないかもしれません。今のところ、金が、まあ、ないっていうのもあるんですけど。まあ、買った方がいいのかな。どうなんだろう。超人伝を買うお金が今ない。正直。どうしましょうかね。150はまあ一応残るな。買っとくか。まあ買っときましょうって感じですね。回復したい。あ、でも経験点でいいかな。40回復するしね。変化と精神が下がりました。OK。さあ、ブルーン。来い。ナイス。からの、ガマ。ガマ口来ないな、これ。これでちょっとでも上げておいて。多分、評価は大体みんないったと思うんですよね。うん、ちゃんといってますね。うん、結構走るな。ガマ口はダメでしたね、やっぱ。ラブパー使うか。で、ラブレター2つある。ちくしょう、悔しい。てか、ラブレター買っただけで使ってなかった。まあまあ、天才覚醒したのでいいでしょうというところと、変化球技術、これ両方取りたいな。まあ、同栄を拾いながら、取れたらいいなって感じですかね。変化。技術は無理だな。お金が足りません。仲良しの。畜生、ガマ口。間に合ってよ。祝い。で、現金はここで買いましょう。本類だ、現金。で、他買えれば買いたいが、ちょっとあんまり無理もできない。今なんか間違ったかな。タフドリ、てか2しかない。2しかない？やばいな。それ、2しかないのお金。マジか。ラブレター使おう。ちょっとここでちょっとでも稼ごう。2しかないよ、お金。2はやばい。うん。イベントめちゃくちゃ走りますね。マジありがたい。ここは守りに行きます。うん。あと今いけそうですね。もうほぼほぼ。ほぼほぼすべて行ってくれてますって話と。筋力これ買いたいけど買ったらやばいんだろうな。うん。買ったら結構ですね。
買えないわ。今ちょっと買って。で、まあ、3000点一応出てますと。あ、でも、ほんと乾燥しそうだな。40オールを捨ててしまった。ただ、敏捷は欲しい。桃屋でいいっすかね。オッケー、ナイス。あ、これいけそう。アドイベはいけそう。前イベがわからん。おぉ、来た。達人の極意。千丸なれました。これはでかいですね。いやー、黒金はやっぱセンスになれるっていうところが、まあ非常に大きいですよね。あとは、スタミナ行くしかないか。スタミナある程度上げたいな。っていうのと、この辺、まあ、特に変化球を買いたいですよね。あと2個買えればいいのか。1個きつ。うわ、きつ。これはい、OKOKOK、 それはナイス。やる気上げられるかな。やる気は上げられませんが、これちょっとラブレター使いましょう。まぁ、ちょっとでもポイントを増やしておきましょう。ガマ口がなんか全く来ないんだけど。ジムチケ使う。奪三振とかちょっと取りたいっすね。お金に余裕があれば。まあ、ないことはないが、そんなに余裕があるわけでもない。これはスタミナ沢村でよくて。339か。奪三振買いたいな、ちょっと。これ、買うか。スライが買うしかない。うん、これは売っていいやつだね。精神変化 DVD。監督しかないか。まあ、成功確率は低そうですね。ガマ口でいいかな。OK。ガマ口、そういえば。そういえばガマ口まだ彼女なってないな。まあ、変えるか。ちょっと、ちょっとばかしきつくなってきてますね。あ、ナイスナイスナイス。これなら買っていい。で、奪三振さっき取ったんで、それは大きいですね。これ、なんとかなりませんかね。あ、もう10か。あ、結構ジュースたくさん持ってるんだな。球速骨1でいいからとりあえずください。いやー、ピンチ。これ2回目っすね。まあこれ買ってよくて、で精神変化かコントロールも回ないね。こっちか。はい、ありがとう。 OKOKOK。技術がまあ辛いな。ただ565しかないんで、結構技術買うとしんどい感もあるな。行くしかねえか。攻めるしかないですかね。攻めるしかないですかね。対強度者、はい。ラブパワー買っとけばいいか。ちょっとデートできないのが怖いな。オッケー。変幻は欲しいよ、マジで。変幻はどっかで欲しいよ、絶対。それは間違いなく欲しい。アロマ使う。スタミナスパイク。二つある。監督でも良きですね。これ普通に別に、あれなんで。ピンチの書を買うと、ピンチがもう5になって来なくなる。買っとくか。
筋力、精神、どっちもいらん。ただ、このスタミナスパイクはマジでうまい、うまい部類だな。普通に使っておいていいか。これでいいか。で、監督と、オクタ踏みます。ちょっとガマが来ない、ガマが。ももやさん。オッケー。金儲けはうまくっていう。これ当然駆け引きで2回待ちましょう。もう、絶対その方がベタだと思うんで。で、スカウティング、パワージューシング、精神。いやー、どれも買いたくないな。ただ入れ替えは起こさないと強くはなれない。まあ結構あるな。いやー、技術っすね。技術きついな。安眠。技術がきつい。まあ、いっぱいあるけど、これ拾いましょう。で、ラブレター使います。で、ジュース買っとくか。うん、地味に、まあ、ちょこちょこと、こう、入れてくれてるのはありがたい。これ強いね。150ちょい。うん、スタミナはまあ普通にいけますね。OK、OK、ナイス。はい。これは OK と。ジャイロボールか。まあお金、まあある程度余ってはいますが。うん、ちょまあ攻めますか。同へ。うん。いやー、どうでしょうね。どうでしょうね、これ。コントロールのコツ終わりました。で、これもう行くしかないですね。対決としては取ったので。まあ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 、悪かない。よくもない。まだガマ口彼女なってね。ええ、祝い。ここは上でしょうね。変幻くれ、変幻。ちょっと変幻は本気で欲しいな。球速ボール買っても正直これ180だもんね。2キロ上げれる。1キロしか上げれない。パワージュースでいいような気がする。ジュースいっぱいあるの。これでまあ待機でいいですかね。どうへ守る。うん、筋力は足りてそうですね、普通に。わかってます。おお、ちょっと矢部くん。ちょ、矢部くん。めっちゃ金吸われたわ、矢部くんに。ちょ、お願いだから、変幻はください。変幻はください。キレ、球速ボール。あー、なるほど。まあ、これはステイするしかないな。ここ自分で交渉で技術ですね。持ちでいいすかね。OK。変幻来ねえか。ちょっときついな、変幻来ないと。変幻は必要ですね、正直。うん、球速はもう黙っててもいきそうだな。まあ、技術が若干きついなっていう。あと、同意はまだ来てない。この辺潰すか。はい。
うん、黙ってても行きそうだよ。はい。あー、ないか。変幻はないですね。ただまあ、バランス整ってきたな。なんかいけそうな感ありますね。なんかいけそう感ある。これさ、変化球ってさ、プラス 1A だっけ、どっか。ちょっと覚えてない。技術買って、精神買って、全部買えるな。スタミナスパイクは買う。まあ、使っていいか、むしろ。で、あとは、まあ、普通に、まんま、置いとけば、いいかなっていうのと、あとは、ガマ口でですね。おお、いけそう。これもなんとかいけそう。ガマ口さ、どっち行く？ガマ口どっち行くって感じだな。ガマ口はさ、ちょっとあれだよね。なんか難しい感ありますよね。まあ、技術欲しいけどな、普通に。玉持ちはもらった。技術が欲しいような気はするか。まあ、豪華に行けば切れ骨か。技術、まあ、技術入ったからいいか。うん。で、まあ、ここは普通に、サクッと行きましょう。うわぁ、変幻無理だったが、変幻は本当欲しいんだけどな。精神が若干、あれですね、と。でもまあ、なんか、いけそう。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。あーどうしよう。これさ、精神に切り替えてもいいな。肩胛骨は入る。精神の欲しいよね。おお、いったー。ありがとう。深海道取れました。ナイス。そう、変幻だけ悔しいな。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。で、デートでこれで終わりですね。体がない場合で、スタミナでいいか。スタミナは、うん、でもスタミナね。はい、まあでもそこそこ強そう。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。まあ、ジムチケの声でかなり勝ちやすいっすね、やっぱ。これは行くべし。切れ。ああ。で、890。まあ、緩急どうせ取るか。で、ステイしましょうかね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。さあ、ラスト。ラストは、急速スタミナ。まあ、好きなとこ行けそうっすね。っていう話と、超人伝を使うのと、スタミナが2つ、コントロールボールが、はい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 。という感じでございます。なので、コントロールは、1、2、5、8上げれる。8上げれるのか。じゃあ、これでいいか。立ち上げれる。で、スタミナの方は、1、2、3、4、7上げれるかな。スタミナは7上げれる。こうでいいのか。で、球速は1キロアップか。うわぁ。条件いかね。
足りてなかった。ただまあ、球速はそんなに関係ないかな。うん。なんとかあと稼いでいきたいなと。いやー、ちょっときついかな。ディレイのもあるしな。あと3キロか。ちょっと厳しいかもしれないですね。うん、球速ちょっと厳しそう。いけますか。はい、が出ました。さあ、どんなもんでしょう。多分、171は厳しいなと。あと3キロアップなんで。まあ、他のコツも考えると、まあ、無理かなという感じですね。ピッチャーは結構厳しいな。1万1000点しか出ない。まあ、いけないことはないんですが、これいっちゃうともうおかしなことになるんですよね、多分。多分まあ、こうしてる方が伸びているんじゃないのかなとは思うんですが。うん、結局他のコツも取れないですからね。で、この261なんとかしてえなと。第二球種は無理か。前回。まあ、こんなもんすかね。いやー、ちょっと171だけ行きたかったな。そうすれば、まあ、悪くはなかったかもしれません。ただまあ、結果的にはこんな感じですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 段。なるほど。これはピッチャーはさすがにきついね。はい。ということで、ピッチャーは、ま、天才覚醒してこれなので、まあ、かなりきついかなって感じで、千丸も一応拾えてはいるので、まあ、ないかな。やっぱその変化で固めるとかね、また別のデッキを組めば、まあ、点数も出て違うのかもしれませんが、まあ、なんかこう、ガチガチの構成を組もうとすると、結構厳しいのかな、なんていう風な感想でございました。ちょっとま、天才覚醒したんでね、今回はいいかなっていう感じで、動画化させていただきました。ぜひコメントをご感想をいただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。